優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと優勝した時のお気持ちから聞きたいんですけど。嬉しかったですね。ファン投票1位からの優勝でしたが、いかがでしたか今回。本当にこう責任感があるなと思ったんですけど、あの結果で、恩返しすることができてよかったです。今年の前半の競争を走られて、ちょっとあの自身でもちょっと不満があるようなコメントがありましたけど、ファン投票1位ということを聞いてからはこの優勝は見えていらっしゃいました。いや本当に不甲斐ないレースが続いてましたし、あの記者だからピークであの状態が良くなくなっていったので、あの状態が良くない中でしっかり結果を残したいなと思ったんですけど、あのファン投票1位に選んでいただいたしましたし、まあ、あの気持ちは切らさずしっかり頑張りたいなと思ったんで、まあ、でも優勝することができると思ってなかったんで嬉しいです。決勝戦を振り返っていただきたいんですけど、同期の的場選手を目標にのレースでしたが、いかがでしたか。強かったですね。その作戦面というか展開面はもう、もう何も知らないです。もう任せてました。で下げてあの位置を確保したと、どのように見てらっしゃいましたか。自信あるなと思いましたね。はい、実際そこからすぐ仕掛けていかれましたけど、いかがでしたか。強かったですね。ただご自身 その直線の伸びなどはいかがでしたか。まあ初日どうなることかと思ったんですけど、状態が良くなさすぎて、まあ、日に日にこう良くなっていって、最終日が一番良かったなと思います。で、まあ、結果今回1万人を超える観客の中でということでしたけど、いかがでしょうか。いやすごい足見せからお客さんが多かったんで、なんか走ってて嬉しかったですね。で、決勝戦以外にちょっと印象に残ったレースや出来事などはありますか。開催でないです。はい、では G1 を勝ってグランプリの権利を確保今年もしましたけど、いかがでしょうか。そうですね、賞金ランキングでも上位にいたんでいけるかなと思ったんですけど、でもやっぱりしっかりこうタイトル取って出ないとと思ってたので、それができて嬉しいです。まあ、決勝戦同期の的場選手との連携で、はい、まあ、的場選手は小翔さんとワンツー決めれてとても嬉しいと言ってましたけども、小翔さんはどうでしょうか。そうですね、本当にこう近寄りが強かって、まあ、ワンツーできて本当に嬉しいですね。これからまた近畿を引っ張っていく存在になると思いますけども、小翔さんの次の目標っていうのは何かありますでしょうか。そうですね、近寄りも強いですし、寺崎君も強いんで、2人がどんどん成長していってもらって、まあ、近畿を引っ張っていけるような選手になってもらえるように、はい、頑張ってほしいです。僕はもう、はい、しっかりやれることやります。わかりました。では最後にメッセージお願いします。応援してもらって頑張ります。